北国新聞ニュースをお伝えします。一等と前後賞合わせて7億円が当たるサマージャンボ宝くじが今日全国一斉に発売され、県内でも宝くじファンが次々と買い求めていました。販売初日の今日、金沢市武蔵町にある金沢スカイプラザチャンスセンターには幸運の招き猫福ちゃんが浴衣姿で出迎えました。サマージャンボ宝くじの当選本数は1等5億円が24本、1等の前後賞1億円が48本などとなっています。また同時発売のサマージャンボミニは1等と今年復活した前後賞と合わせると3000万円の当選金になり、当選本数は1等2000万円が28本、1等の前後賞500万円が56本となっています。いずれも1枚300円で来月4日まで販売され、抽選会は来月18日に盛岡市の岩手県民会館で行われます。世界水泳に向け事前合宿しているフランス代表チームが金沢プールを設備が完璧と評価し、練習に熱を入れています。世界水泳は今月14日から福岡市で開催され、金沢市は大会に向けたフランス代表チームの事前合宿を昨日から受け入れました。受け入れは東京オリンピックを含め4度目で、初日はアーティスティックスイミング競技に出場する選手12人が金沢プールで軽めの練習を行いました。コーチのファブル・ジュリさんは、競泳のコーチ陣から金沢の話は聞いていた、環境は申し分なく集中して臨めそうと練習会場として高く評価しました。金沢プールでは今後フランスの飛び込みや競泳の選手も練習する予定で、今回初めてカナダの飛び込み選手も加わります。またオリンピックの時はフランス選手たちと小中学生の交流会がコロナのためオンラインでしたが、今回は対面で開かれ、互いの親睦を深めることになっています。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞社会部の清水部長にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小松台北便はタイガーエア台湾の運航がおととい再開されたことで、すでに運航を行っているエバー航空と合わせて週9便になりました。タイガーエア台湾の運航はいつ以来となりますか？はい、タイガーエア台湾は2020年の3月から運休してきましたが、新型コロナの感染状況が落ち着いて、日本を訪れる需要が戻ってきたということで3年ぶりに復活しました。木曜日日曜日の週2便体制で運航します。なるほど。運航初日の乗客の反応はどうでしたか？はい、タイガーエア台湾の運航再開をきっかけに、初めて台湾を観光したという金沢市長町の男性に話を聞きますと、ちょうどいい時間帯の運航でありがたい、夜市や休憩が楽しかったと、2泊3日の旅行を振り返っていました。はい、また日本旅行を満喫して、小松から台湾へ戻る20歳の大学生は、台北便を運航する会社が増えると便利になると、また日本に来たいと笑顔で話していました。よかったです。これで小松台北便は週9便とこれまでで最も多くなりましたが、課題もあるようですね。はい、小松から台湾に向かういわゆるアウトバウンドの需要はちょっと伸び悩んでおりまして、今後の安定運航に向けた課題になりそうです。おとといのタイガーエア台湾の利用状況をこれ見ましても、台北からの乗客は168人だったんですが、台北行きの利用は125人にとどまりました。
まあ、その小松台北便は4月にエバー航空が運航再開しましたけれども、まあ、県によりますと、まあ、想定ほど利用が伸びていないということです。まあ、このため、まあ、3年ぶりに運航が2社体制に戻るということで、まあ、需要喚起の効果が期待されます。そうですね。では台北便以外の国際線はどういった状況なんでしょうか。はい、まあ、台北便以外はまず大韓航空のソウル便、中国東方航空の上海便、これがいずれも運休を続けておりまして、まあ、現時点では再開の見通しは立っていないということです。はい、わかりました。ここまでニュース解説、北国新聞社会部の清水部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。輪島沖に洋上風力発電を誘致する計画が浮上し、輪島市は近く検討協議会を設置し議論を始めることにしています。輪島商工会議所などで作る輪島市経済団体協議会は先月13日、洋上風力発電が企業進出や定住人口の増加などにつながるとして誘致に向けた提言書を輪島市に提出しています。これを受けて輪島市は近く地元の関係団体や漁業者などによる検討協議会を設置して議論を始めることにしました。洋上風力発電は政府が再生可能エネルギーの普及に向けた切り札と位置づけ、2018年には事業者が投資資金を集めやすくするため最大30年間の事業を許可する促進区域を新設しました。しかしこの促進区域を目指す場合、都道府県が海域の気象条件や関係者の調整状況などを政府に報告する必要があり、その前提としては地域の合意形成が欠かせません。そのため輪島市の坂口茂市長は、地元の利害関係者の理解が第一だ、慎重に議論を進め官民で結論を出さなければならないと話しています。輪島市は今後先行地域の視察などを通じ、まずは経済効果や環境への影響を調べることにしています。国民民主党の玉木雄一郎代表が北国新聞政経懇話会で講演し、教育国債の発行による人材育成の重要性を強調しました。玉木代表は昨日の講演で、日本の国際競争力が低下した原因は国の科学技術予算や大学の研究開発費が諸外国に比べ少ないためだと指摘しました。一方、日本は高齢化が進み、あと20年は社会福祉費が増え続けることから、最も大切な人材育成ができないと現状を説明しました。その上で玉木代表は、人の知恵と能力は付加価値を生み出す源泉になるので、投資的経費には積極的に国債を発行すべきだと語り、教育国債による人づくりの重要性を強調しました。また国民民主党について、小さい政党だが世界中の政策を調べ与党に提案をしている、自民のような大企業と同じではダメで、意思決定の早いベンチャー企業だと思っていると述べました。ここで金沢ケーブルからのお知らせです。金沢ケーブル加入相談会のご案内です。四井さん、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。今週はどちらの会場ですか。金沢市福久のイオン金沢店で開催いたします。では四井さん、おすすめのサービスはありますか。はい、金沢市内にエリア拡大中のケーブル光は月額利用料実質4380円からご利用いただけます。インターネットの料金を見直すチャンスですね。はい、さらに北陸電力の電気料金を金沢ケーブルでまとめて支払うと毎月330円割引となり4050円でご利用いただけます。毎月の電気料金をケーブルの支払いでまとめるということですか。はい、
請求も一本化できてとっても便利です。さらに金沢スマホとセットでご契約いただくと1年間990円割引になり、月額利用料が実質3060円になります。節約したい方にはぴったりですね。また金沢スマホではただいま1年割キャンペーンを実施中で、キャンペーン期間中は基本料金から毎月220円安くなります。スマホにも割引があるんですね。通話をあまりしない、ネットを使わないという方にはデータ1ギガプラス音声コースがおすすめです。このコースだと月額利用料実質510円からお使いいただけます。相談会ではお客様に合わせたプランを教えてくれるんですよね。はい、8日土曜日と9日日曜日の2日間イオン金沢店には当社スタッフがいますので、お気軽にお越しください。皆様のご来場をお待ちしております。4年ぶりのジョンカラ祭りに向けて野々市市内に提灯が取り付けられ、開催ムードを盛り上げています。42回を数える野々市ジョンカラ祭りは、文化会館フォルテ周辺や野々市小学校グラウンドを会場に今月29日と30日に行われ、ジョンカラ踊りコンクールや総踊りなどを繰り広げます。4年ぶりの開催に向け、提灯が市内3カ所に下げられ、文化会館フォルテには紅白の提灯のほか、加賀の守護だった戸賀家の家紋をあしらった高さ120センチ直径60センチほどの大きな提灯もお目見えしました。ジョンカラ祭りの提灯は今月7日に野々市市役所にも設置され、祭りムードを高めます。金沢市長坂大小学校の PTA が学校のキャラクターなどに仮装して交通安全を呼びかけました。金沢市長坂三丁目の交差点では今年1月、横断歩道を渡っていた児童がひき逃げされ怪我をしました。このため長坂大小学校の PTA は、子どもたちが安全に通学できるよう昨日から交差点で見守り活動を始めました。活動には10人の保護者が参加し、ドライバーに目立つよう学校のキャラクターココロンのかぶり物や浴衣姿で、子どもがいるよ気をつけて、思いやり忘れないでと書かれたカードを掲げ注意を呼びかけました。 PTA 会長の高野光さんは、児童も笑顔になってくれた、別の場所でも実施したいと話していました。古代のハス、大賀ハスが津幡町内の池で見ごろを迎えています。植物学者の大賀一郎さんは1951年千葉市内の2000年以上前の地層から見つけたハスの種を発芽させ、大賀ハスとして全国に広まりました。津幡町船橋にある池では、大賀ハスが例年より1週間ほど遅く、先月25日ごろから咲き始め、本格的な夏の訪れを告げています。ここのハスは池を所有する自営業芦田和夫さん77歳が2008年から鉢植えを移して育て一般公開しています。池には植物や写真の愛好者が早朝から訪れ、直径25センチ前後になる桃色の大輪を楽しんでいます。この大賀ハスの見ごろは今月いっぱい続くということです。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルは7月末までアルプラザ金沢に期間限定ショップを開いています。場所は1階東正面入り口付近です。期間限定ショップでは事前に来場予約して金沢ケーブルのいずれかのサービスにご加入いただいた方には、サーティワンアイスクリームギフト券500円分をプレゼントしています。
ショップの営業時間は午前10時から午後5時までです。また毎週水曜日は定休日です。皆様のお越しをお待ちしております。